届いた。うん？むちゃんの歯の虫届いた。危ない。取っていく。何買ったの？何柄？ブーツ？デニム。出たー。デニム大好きおじさんだ。何買ってるかな？何買ってるかな？何が出るかな？楽天で買った？うん、じゃん。ウルフ用ハーネスリードベストハーネスデニム。なんか靴ひび。あ、びっくりする。びっくりする。見て。その音嫌いじゃんね。じゃあ、ふーちゃんは筋しょびって抜けちゃうし、嫌がってたから。そういうプレッツ。ふーちゃん、どうかな？うん、ふーちゃん。なんです、嫌だっけね、前。尻尾こんななって。うん。うん。それ一番ちっちゃくて嫌だったの、ふーちゃん。一番ちっちゃくていいぐらいだった。ふーちゃん、尻尾水筒洗うやつなみたいになってるよ。ちっちゃいよ、ほら、こんなに。じゃあ、首放送。はい。させたいと思います。抜けちゃう、うん、抜けちゃう。ふーちゃん、嫌がってはいるけど前ほどじゃない、うん、緩いね、全然、うん、てか首がさ、きついんじゃない、きっとそれもいいか。ちょっと食べる？苦しくない？ふーちゃん、上手じゃん。
でも体のね、姿勢が変な。何その姿勢。ないよ。尻尾も治ってきた。慣れた？ちょっとずつ慣らしていかないか。うん。じゃあ向こうの部屋行ってみる？うん。違う部屋行くとどういうことなんですか？行かないですか？ふーちゃん開いてるよ、ドア。どうしたの、ふーちゃん。開かないのもこう、珍しいの。来た。外れてんじゃん、もう濡れてるね。取っていい？これ苦しいか。うん、しっかりついてる。気持ちない。いや、だって。かっこいいじゃん、ふっちゃん。似合うね。やばい。慣れてきたよ。ちゃんと着るね。はい。いけるいける。外行くときはこれ使って。おお、散歩できる。うん。でも、行けちゃうかな。そこ、タルンタルンにしてないと、引っ張られたら行けちゃうかもしれない。だから一応、これ一応、お散歩。散歩？地下に下ろすの、多分、怖がってるから、ふーちゃんどうせ外行ってんの。こんな動かないよね、絶対。穴開いてるから、そこに頭入れてる。
それ取れなくなってる。あ、取れた。お疲れ様。